こんばんは。声でかい。こんばんは、皆さん。お待たせしました。元気ですか？こんばんは。今日はちょっと前髪が、こう、流し前髪にしています。こんばんは。かわいい。ありがとうございます。こんばんは。疲れてま、お疲れ様です。偉いです、皆さん。ありがとうございます。すでに引いていたのか。え、に引って言ってました、今。え、本当それ。それ、ほんまですか？流し目が、え、本当ですか？美味しそう、どういうこと？にひ、え、言ってました？ちょっと、わかんない。わ かんない。あ、そうなんですよ。これ結構気に入ってて、リリー・ブラウンさんのなんか、なんだっけ、ホワイトデーじゃなくて、え、なにこれ？かわいい。甘ーい。何でしたっけ？ホワイトデーじゃなくって、何でしたっけ？バレンタインデー？バレンタインデーの限定で売ってて、かわいいと思って買ってました。いつもと雰囲気、嬉しいです。流し前髪どうですか、皆さん。どうですか？どうですか？どんな形？なんか、お花みたいなやつです。こんばんワッフル。こんばんワッフル。ありがとうございます。流し目。嬉しい。ありがとうございます。アイドルみたい。え？アイドルですよ、私。アイドルですよ。アイドル。ね、花だ。メイ、なんかパソコンでいません？エンター強め。うんってやる。甘ーい。あ、しょうさん、ありがとうございます。かわいい。甘ーい。たくさんありがとうございます。嬉しい。嬉しい。あ、そう。なんか、こないだ、クッキー食べたじゃないですか。クッキー食べてたじゃないですか。で、クッキー食べて以来、配信では、なんか、飲み食べしていいんだと思って、最近は、こういうものとか用意して、配信をすることにハマっております。はい。エンタ、そう。爆押しの方いるんですよ。高校生の時にみんなで流行ってました。爆押し。爆押し流行ってた。あ、ロゴだけね、気をつけてね。はい。ありがとうございます。優しい。気をつけます。カフェにいるんだ。いや、笑っちゃう、絶対。絶対、笑っちゃう。ミミ、爆押し。私も結構。うんってやっちゃう。いつからダイエット？明日から。ダイエットは明日から。こらえます。頑張ってください。私もこらえます。そう、これもアイスティー。メミー、かわいいよ。ありがとうございます。じゅん。今日食べ過ぎました。今日明太パスタも食べました。嬉しい。いっぱい食べるね。嬉しい。ラブ、私もラブ。いっぱい、あ、嬉しいです。私この色好き。ちょっと黒フェスの話とかしちゃいます？黒フェス。もう楽しかったです。時間あっという
もう、なんか少女たちを最後に披露したんですけど、もう最後の曲みたいな。びっくりしちゃって、私も、自分の中で、あ、やばいって思ってました。なんだろう。公演がすごく、結構、贅沢な曲数じゃないですか、たくさん。なので、たくさん、今までやってきた中で、フェスは本当に数曲だったので、もう、こんな早く終わるの？みたいな。びっくりしちゃって。で、最後の少女たちやって、私、煽りを任させていただいたんですね。もう、前日に決まって、煽りは前日に決まって、すごく、緊張しました。もう、少女たちも、始まった瞬間が、よし、煽り、よし、ここだ、せーの ここだ、せーのだし、もう、めっちゃ頑張って言ってて、で、頑張って言おうと思ってたら、最後のアウトロちょっと、振り飛んじゃったし、もう、本当にもう私、と思いました。私をブンブンしたいです。あ、煽りめっちゃ楽しかったですよ。すっごい楽しかった。またしたいです。多分一番、嬉しいです。やったー。そう、煽りに意識持っていかれてしまったんです。そう。夏仕様のパフェだ。美味しそう。食べたーい。明日食べようかな。あれ？ダイエットしたからだよね。食べようかな。どうしようかな。あおり、もう本当に。楽しみにしてください。もう絶対したいです。次も。あおりたくさんしたい。うまそう。ガクブル。ねえですよね。食べたーい。じゃ食べたー。いやーもう本当にね、楽しかった 楽しかったなー。すっごい楽しかったなー。ありがとうございます。配信ってもう見られるんですかね。めいちゃんがマリアと盛り上がりそう。お、頑張っちゃうぞ。あ、配信はまだなんですね。見ていただきたいな。見ていただきたいな。まだ、あ、そうなんですね。しょうがない。あら。あねえ、見せ、私のパワーで、絶対、見られるようにしたい。こんばんは。トマトになってる。トマトになってるな。転がり石、どうでした？昨日の中に、あ、見えました。ちょうど真ん中にいました。かわいい。一瞬だった。メイメイパワーでニコニコ助けて、頑張ります。バーン！ふんとか言って。写真見てく、嬉しい、ありがとうございます。かわいかった、超。かっこいい曲もいけ、転がる石すっごい私好きで。頑張って最初の漢字読んでた。皆さんもご一緒にも好きなんです、私。ジルルルルル。結構、たくさんの方がこうやって踊ってくださってるの見て、踊れる？すごいって思ってました。
すごーい。デュルル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 ル
今回、AKB48 で始まって、で、最後にも、そう、AKB48 って、言えるので、私あれ好きなんですよ。なんて言うんだろう。なんて言うんだ？あれ。初日でもあるじゃないですか。春高のお披露目の際にやったんですけど、初めて。AKB48 って。あれがすごく楽しくて、やりたいなって思ってたら、まさかフェスでできるなって思ってなかった。2回も、AKB48! ね、嬉しい。そう、エンジンのとこです。そう、それ、エンジンで始まってエンジンで終わりの、なんかすごいかっこいいなと思って。そうなんです。すごいいいなって思いました。千葉さんが昨日見ますでね。私、拝見しました。嬉しいんです。そう、昨日の朝、朝しに行って、練習場で。で、そしたら、千葉さんが練習していて、二人きりだったんですけど、なんかすごい、千葉さんと練習してるって思って、ニヤニヤしちゃってました、心の中で。顔ではしてなかったんですけど、一緒に練習してると思いながら。ねえ、本当に、なんか、嬉しいですね。本当に、千葉さんにそう言っていただけるなんて。嬉しい。嬉しい。で、端っこで踊ってたんですけど、本当に、全然使っていいよって声をかけてくださって、優しくて、はぁって思いながら。でも、さすがに、もうだって、お忙しいのにわざわざレッスン場来て練習しているわけじゃないですか、先輩方も。なので、私はもう、なんて言うんでしょう。結構、レッスン場に結構たくさんいる時間が多いので、私は、まだまだ入って数ヶ月で、まだまだなので、やっぱり端っこで、まずは振りを完璧にしてから、いろいろたくさん動くっていうのが、私の、ね、そうなんじゃないかなって思ってるので、ずっと端っこではいたんですけど、そう、声かけてくださって、嬉しかったっていうことです。語彙力がなさすぎて、私。そう、ちょっと、なんか、うまく伝えられないんですけど、優しさに泣きそうになりました。フェスもすごかったし、そうなんです。完売そう。ありがとうございます。皆さん。フェスすごかった。嬉しいです。嬉しい。ありがとうございます。なんか結構めっちゃなんか、すごい話ゴロゴロ変えちゃってすいません。本当に私ね、すごいね、いろんな話。しまうんです。そうなん、そうですね。まずは、私は、ちょっと待ってくださいね。二人だったのに端、あ、そうなんです。端っこにいました。そう。めいちゃんって、めいめいって言ってくださってます。素敵な、そうなんです。素敵な先輩なんです。そうなんです。僕隊でしたよね、昨日。かっこよかった。今日おにぎり食べてないです。今日は明太パスタ食べました。そうだ、神奈川同士です。け。はい、では、コメント見ます。もう、私多分下手になってきてる気がする、どんどん。なんだろう。なんだろう。優しい皆さん、優しい、ありがとう。
ありがとうございます。そう。ストーカーで、ありがとうございます。メモ、手紙？私もう、皆さんにいただいたもの全部読んでて、母と一緒に泣いてます。泣いて読んでます。嬉しくて。はい。おめでとう、ありがとうございます。そう、転がる話。お、上手。看板席右。嬉しいんですよ、本当に。シンガーバック。ありがとうございます。どんどん、嬉しいです。これがね、まだ広がる。お、ありがとうございます。嬉しい。ねえ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 。そう、話したいことがたくさんあるんです。そうなんです。そうなんです。そうなんですよ。ちょっと待って、そうなんです。ちょっと今読んでてまーす。今読んでてまーす。そう、手紙。ありがとうございます。そう、もう恥ずかしい。僕、そうなんです。嬉しい。楽しみ。来た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 。よし。電話で到達しました。嬉しい。メガネ克服しましたよ。克服しました。ピンクのたい焼き。ピンク。確かにピンクのたい焼きたくさん多い。かわいい。コメントたくさん読んでたよ。楽しい。楽しい。早口頑張りましたよ。私、こういうの意外と得意なんですよ、早口は。追いつきました。そう。いやー、なんか、嬉しいね。めっちゃ、もちろんですよ、もう、嬉しい。コーヒー、違います。これは、アイスティー。アイスティーなんですけど、私甘いアイスって苦手で、絶対無糖じゃないと飲めない。そういえば、そう、ストレート、無糖のストレートです。しっかり見ながら、もちろんですよ。なんか今、あれですよね。イベントされてます？これって。今、私、自然に参加されている感じですか？もしかして。コメント、来た。自動参加のやつですか？和菓子。なんか、あれですよね。大福のやつですよね。大福、6月10日だから、また、すごい。やっぱこれって自然に参加されるんですね。すごい。書いてある自然、自然じゃない。自然じゃない。間違えた。新人、14位。すごい。自然って読んじゃった。そう。そう、自然に参加、そう。14位ですって、嬉しい。やった。自然な、書いてない。書いてないです。そう、新人ってやったら自然って、そう。面白い。桃色たい焼き新人から。1位になると、メイメイに高級焼肉。お肉？大好きなんですけど。嬉しい。ボケ、いや、ガチです。ガチの。失礼いたしました。メイメイ食べそう。前の話題、そうなんですよ。前の話題に引っ張られちゃうんですよね。あるある。しょうがない。これはあるある。でも私、なんか、いつか、なんか、またね、狙ってないですよ、本当に。もうやめてくださいよ。いやもう、そう、何でしたっけ？何でしたっけ？なんかこういうイベントのやつで、なんか雑誌とかもあったらやりたいなーって思ってるんですね、私。そう、なんか、今、アイドルじゃないですか。
アイドルじゃないですか。私、アイドルじゃないですか。そう。だから、AKB48 19期研究生として、なんか、いろいろ、3回 なぜか3回言いました。大事なことなので3回言いました。そう、アイドルだから、なんかもうちょっと、なんか AKB48 を知っていただける、なんかしたいなって思ってるんですよ。はい。自主参加系イベントはこれってやつに全力投球。なるほど。わかりました。なんか、例えば私は今やりたいことがいろいろあって、モデルさんにもちょっと、興味ありますし、あとは、声優さんも全然何も経験なしなんですけど、その新海誠さんの映画を見ていいなと思って、すごく、なんだろう、影響されていろいろ、なんか人生とか考えちゃってる、考えていろいろ行動してるので、なんかそういう人に、なんか、なんて言うんだろう。なんか、そういう、なんか、本当にこう、語彙力がないんですけど、その私なりに伝えられることは伝えていきたいなって、すごく思ってて、このアイドルっていう職業?なんか、アイドルだけじゃなくって、いろんなことに、なんか、チャレンジしたいんです。だから、今はすごい、そういういろんなこと考えてるんです。語彙力はいつものこと。そうなんです。そう。はい、ありがとうございます。そうなんです。なんか、違う。アイドルはもちろんのこと、いろんなことをやっていって、もっともっと自分の幅を広げていきたいなって思ってるんですよ。バラエティも撮ってみたいです。なんか美容院の方、美容院の、私がいつも通ってる美容院の方に、絶対花田さんバラエティ向いてますよって言ってくださるんですよ。そう、だから、確かに出てみたいですって話したりするので、それも気になるし、声優さんとかも気になるし、そう、なんかただただ声に出してるだけじゃなくって、ちゃんと考えてこう声を出してるっていう。なんです。どんな話したら美容師から生まれて わかんないです。なんか、多分美容師さん、すごい、なんか、ツッコミが上手で、私がボケて、みたいな。なんか、変なこと言っちゃうらしいです、私。なんか、ここまで切ってください、みたいな。こんな感じなのでって言ったら、朝はこんぐらいですかって言ったら、言ってくれたら、私が、いや、もうちょっといけますよみたいな、こういうなんかちょっとなんか変なノリみたいな、なんかそういうのをやってるっていう。ねえ、本当に語彙力もやだ、もう自分はやだ。ねえ、ボケ、わかんないです。ボケもツッコミもいけますよ。ねえ、多分、ちょっと、わかんない。そう、いろいろ頑張りたい。切れないわ、切れない、絶対切れない。そういう感じ。まあ、なんか、
そう、こんなテンションで話しちゃってるんですけど、結構、真剣なお話。全部に全力、東京。語力ない人はツッコミ。でも、わかります、それは。私も、そう、だから、ボケの方がいいんじゃないかなって思います。多分。そう。そんな気がしてます。全力少女。少女たちよ。どんな名前も、あ、アイリンさんです。ありがとうございます。嬉しい。頑張ります。いじられき、ああ。いじられますね。結構。ポケコッコーとかね。確かに、いじられるかもしれないです。ツッコミに転職、面白い。こんな可愛い子美容室して、してください。私の好みの髪の毛にしてください。ツヤツヤの。コケコッコン。コケコッコなんて。そう、こういう感じです。こういう感じ。こういう感じ。わかる？皆さん。大物、嬉しい。大物だって、私が。天然、私絶対天然じゃないです。そう。でも、かえりちゃん、そうなんですよ。かえりちゃんの前では、めっちゃツッコミですよ。もう、あの子天然だから。そう。そう、かいちゃん天然。かいちゃん天然なの。天然の間、本当ですね。嬉しい。ありがとうございます。みおんさんあら、最近お会いできてないんですけど、この間の握手会でペロペロ。お話ししました。YouTube も登録しました。ハート。ちょっとー。ペロペロ、そう、ペロペロ。ペロペロとは、私の X を見ていただけたら、多分、すぐ見られると思います。先月ぐらいのポストです。あと何のお話しよう。何のお話します？皆さん。あ、そうだ。またちょっとお話戻っちゃうんですけど、ペロペロ、そう、愛です。愛です。お話戻っちゃうんですけど、握手会？お話し会の？あ、いろいろ。ドボンも話したい。どうしよう。まあ、ちょっと一旦っていうか、あと、おはね、えっと、握手会、お話、会の、なんか写真会みたいな。あれって何ですか？と思って。今頃なんですけど。そう。そう、3つ考えと、極小 1？ 残りわずか 1？ ありがとうございます。嬉しい。あ、そう、1S、そう。そう、写メ。そう。あれって何ですか？そうです。わ、あ、そう、S、1S。オンライン、そうです、そうです。あ、そう。そう、1S。あ、
あげの1、どういうこと、どういうこと、あれって何ですか、ワンショット、ワンショット、オンラインで撮るやつ、めいめいのワンショット写真、ワンショット写真会、私がポーズを撮って撮るの、お話し会、お話、オンラインでのお話し中にっていうことですか？その場で、すごっ！カウントダウンするから、すごい！すごい！そういう感じ？なるほど！抽選で当たったことだけなんですね。ワンションとしてから、なるほど！すごい。なるほぜひ、ということは？めんめいがポイをこっち側に回したときに、すごい。難しい。すごい。リアクション、初めて知った。サインはわかるんですよ。1S がちょっとわかんなかったんです。結構すぐ取れる。そうなんですね。じゃあすっごいおすすめじゃないですか。もうこんなんとか、こんなんとか。なんか事前に言ってくださったら、なんか全然め、なんか、〇〇さんって書いてこうやってショットでもいいですし。いいじゃないですか。すごい。絶対楽しい。楽しみだな。初だ。初。前も、2S もあったんだ。2S？ もしかして。2S。1S 押します。ぜひ。嬉しい。前割れ、すごい。したーい。丸、そう、いいんですよね。ですよね。ちょっと、もし行ってきたらやりたいな。すごい。してみたい。やった。リアルでもしたいですね。昔恋愛あったなーって。昔かー。またしたいですね。そっかー。1S 楽しみ。ホワイトボード、いいですね。ちょっと考えとこう。ちょっと皆さんぜひおすすめです。かわいすぎて溶けちゃいそう。溶けないですよ。溶けさせません。ホワイトボードに書いてる。そんぐらい短いんだ。でもやっぱり直接じゃないとあんまり名前とか書く時間ないかな。昔は劇場公演に、ハイタッチしたい。今の距離遠すぎません？ その人の場合は321で、なるほど。321、みたいな。大変だ。距離遠い。遠いなってずっと思ってたんです、私。だからめちゃくちゃ、大きい声で、ありがとうございましたって言ってます。届いてほしくて。あの距離、本当に聞こえます？まだよかった。めいちゃん、大きい声出してくれて、よかったです。届いてよかった。
そう、すっごいもうめちゃくちゃ大きい声で頑張ってる。お見送りに一番、本当ですか？嬉しい。一番がいい。いつもうるさいぐらい聞こえる。ありがとうございます。嬉しい。もう、じゃあもっとうるさいって思っていただけるように、頑張ろう。もっと大きい声。次の13日の公演かな？楽しみ。フェスの距離でも聞こえるぐらいだから、劇場だもんね。あ、よかった。お見送り待ってる時も来い。本当ですか？すごい、嬉しい。そう、13、あ、当たって、嬉しい。楽しみです。絶対見つける。頑張ろう。お。劇場と、あ、ぜひ、来れる時で大丈夫というか、お時間合う時で、グッドなので、もう本当に無理せず、会いに来てください。もう、会いに来てくださった際には、めちゃくちゃキューンしますので、本当に皆さん、楽しみに。ちょっと待って、なんか今2位って見えた。2位って見えたけど。ってこと？すごい。たい、さっき14位だって。びっくりした、今。すみません、話途切れました。そう、お時間のある時に来てくださるのが嬉しいんですよ。絶対見つけちゃいますからね、もう。フェスの時も結構私のファンの人たくさん見えました。転がるな、結構転がる。くぅ。くぅ、転がる。そう、フェスの時結構見つけられたんですよ。だから、多分、どこ行っても私のファンは見つけられます。結構私推し。たくさんいましたよね。見えました。神奈川ツアーでも見つけて、もちろんですよ。もうどこのツアーでもたくさん見つけます。もう楽しみ。私のことつって。視力グッド。でも昔すっごい悪かったんですよ、私。右目がめっちゃ悪かった。AKB ファンじゃない方たちが、目に可愛い。ちょっともう、私のことどんどん好きになっちゃってくださいよ。嬉しい。そう、良くなったんです。完全に釣れ、あ。釣られちゃった。釣られちゃった。本当に。そう、すっごい目悪かったんですよ。なんか、確か右目手術したんですよ。そうだ、右目手術したんだ、私。なんか、どっかの神経直近して目良くなった。アヒル目で人並べる。あ、嬉しい。人目もね、嬉しい。何したら世界変わる？3、星になんでたわかんない。レーシックってなんだろう。レーシック。ん？どういうこと？ああ、ジョッツはね、世界変わる。多分。何レース？あ、いや、視力を良くするやつじゃないかもしれないです。なんかね、なんだっけ、確か右目？
なんかもともと斜視で、なんか、外斜視だったっけな？ない？そう、外斜視で、なんかどっかの神経が強くなっちゃってて、直近したらしいです。ちょっと詳しくわからないんですけど。そう。そうなんです。今は良くなったと思う。そう、今めっちゃ、すっごい見えるんですよ。1.2？ どっちも1.2？ちょっとやめときますか。ちょっと、こっちはもうやめとこうか。そうなんです。そう、1.5。めっちゃ見えるんです。だから、もうどこ行っても見えますよ。メガネメイビーはだってです。そう、だって。そう、たくさん回復した。視力。どうしようかな。私の視力上げたら私になっちゃう。3.0。3.0は見えすぎ？ でも、そんぐらい見えるようになりたいです。で、劇場の後ろの席の方まで見たい。つまり、他のレーンで DD してても見えちゃいますよ。見えちゃいますよ。本当。2階席、ちょっと2階席は見えないかもしれないです。でも見えるようになりたい。バレちゃいますよ。他のレーンには変装。そしたら私も変装して、そのレーンに行っちゃおうかな。今、ギクッとした人いた。まあ、次のシングルなくて、メイミーしかかけてない関係。あれ？ラブー！嬉しい、ラブー！ 嬉しい。そう、スパイしちゃいますよ。昨日、メイメイとカエリのうちは、見えましたよ。こっちがメイメイで、こっちがカエリだった。カーチ。みんな、なくなりで、で、で、ではないです。ではないですって追加。いいね。いいね。DD できない。あら、ドキー。嬉しい。よし、来い。もう、でも、一人でも多くの方とお話できたらいいな。そっから私、もう押すぞって思ってくれたら嬉しいので、まずはね、会いに来てくださるっていうことが嬉しいんです。片手ずつでハート作るファンサスタ？したような気がする。する。する。するする。楽しいですピ？嬉しいですピ？あ、待って。今日夜のメール送り損ねたかも。待って。だって今、もう23時になりますよね。ちょっと待って。ってことは今日1通しか送れてない。ない。書いたのに。ちょっともう、なえちゃん。ちょっと、あげていきたい。あげていきたい。じゃあ、明日はエクイズ。お、いいですね。じゃあ、明日エクイズたくさん。書きましたよ。
明太パスタ食べたって書いたし、たくさん書いたよ。たくさん書いたよ。ALT に書いちゃいますよ。あり。絵の答え早く。そうですよね。ちょっと。でもそんな。じゃあ、答え、ちらっと言っちゃおう。大好きなお飲み物のお花です。あと、そう、あとワンクリックだったんですよ。じゃ、ドボン終わったら送ろうと思ってたんですよ。悲しい。悔しい。え？悲しい。カルピス？ん？うん。なんなん。先輩も結構遅れてなかったって言う。あ、よかった。飲み物。そう、飲み物。なんでしょう。お茶に近い。お茶に近い。爽やか系近い。ドボン前とか。え、でも結構いける時間帯なんですよ。いけそうだったんですよ。ジャスミン、そう！大正解！ジャスミンティー。そう、ジャスミンです。そう。ジャスミン。Yes. Yes, 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 yes. Yes. 私のリップ。ちょっとどんどんテンション上げてね。10時9分まで確か。10時9分までギリギリいけるみたいな。なんですよ。なんかどこも行けたらいいかなと思ったら、悔しい！やっぱジャスミンか。あ、確かに推薦かも。似てる。推薦も正解ってことで。グッド。まあ、たまにはいいんじゃない？ありがとうございます。優しい。でもね、それがなんか私のメールですごく頑張るぞーって思ってくださる方がいたらすごく申し訳ないなって今すごく背徳感。明日はもっと楽しませたいので、待っててください。ラブ。Yes! ラブ。ラブラブ。みんな、あ嬉しい。あー、7月のお菓子から楽しみだぜ、だって。嬉しいです。私も楽しみ。めめぎ、あかりがぎ、お、嬉しいです。やったー、おねん、お、嬉しい。おねん、お、優しい。優しい。何でも言える。え、どうしましょう。なんか話足りません？話足りないですよね。話足りないですよね。ちょっと過ぎようかな。毎日毎日毎日更新のようだな。嬉しい。ありがとうございます。頑張れます。私もその言葉のおかげで。話足りないですよね。ですよね、やっぱり。ですよね、やっぱり。フェスとかもうちょい揺らぐ。あ、どうしよう。じゃあ、どんなお話にしよう。どうしようかなー。この7月の先輩、お、お待ちしてまーす。楽しみ。つよさん、ワクワク。いつもそう、いつも足りないんですよ。ちょっと今日は満足に終わりたい。神出る、あ、嬉しい。ラブ。ラブ。当然、もちろん延長します。お話、私お話大好きですよ。でも、あげって。
もうどん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 愛をしたいので。はい。もう、防波堤一緒にやったのは、ああ、そうなんですよ。今も潮騒いだ聞こえる思いはいつも波のように大好きあの踊りアゲしていきましょうほんとメインは私からで何のなんでもなんでも嬉しいです全部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 いろんな話メイクとかでも何でも嬉しい。私も好きになってくれたきっかけとかも話したいですし、どんな曲好きとかでも嬉しいですし。防波堤の魅力が過ぎて、ああ、嬉しいです。私、本当に、その防波堤、すごく心を込めてて、なんか、フレッシュに、たくさん、防波堤を感じようと思って。夏を感じようかな。防波堤を感じよう。月が長いけど9月22の、嬉しいです。やったー。待ってね。変なところアゲにしよう。アゲにしたい。ノープランでも何でもいけちゃいます。早くメイメイにいつもらった。もう、たくさんでも、ヨッシーさん見たことあるような気がします、名前。結構コメントも見ます、多分。違ってたら悲しいから、私もたくさん覚えたい。たくさん知りたい。そう、防波堤危険、そう。防波堤感じはちょっと違いますよね。そう。そう。そう、なんだろう。初恋。私のパートっていうかところは、あの初恋のところなんですけど、ここをすごく可愛く、初恋って顔しました。あの初恋、てそうなんです。どの曲が難しかった？制服のね。エブリデイ課長さん。私、エブリデイ課長さん。ちょっと間違えちゃったかもしれないんですよ。タイミングすっごい。多分。多分。そう。ビビの初恋。あ、嬉しいです。そこめっちゃ、あ、嬉しい。やったー。角度で、あ、嬉しい。そう、カチューシャは結構。カチューシャ、外しながら、君の振り返る。そう。でも楽しかったな。かわいい、ありがとうございます。イケメン、ほんと、私、死ぬまでに絶対一回踊りたいと思ってた曲だったので、できて嬉しかったです。しかもフェスでできるなんてね、思ってなかった。衣装も、嬉しい、やった。そう、衣装もね、とっても可愛いから、まあ、気分爆上げでした。あと何だろう。何だろうなぁ。でも、やっぱり少女たちよ。まあ一番、全部一番で 言ってるけど、でも、あおりはすごく緊張したし楽しかったです。注目したゆきさんと同じ、そう、私したいなと思ってたんです。そう、ゆきさんも見て、絶対私もやると思って見てました。
可愛かった、とっても。ゆきさん、超可愛い。なんだっけ、ヘアセットをしているとき、私、その場にいたんですけど、ゆきさん、可愛いって声出しちゃいましたもん。そう、超可愛かったんです。そうだなぁと、なんだろう。やっぱりアイドルと言ったらツインだから、絶対にツインしたいと思って。そう、少女たちを、じゃんじゃんじゃんじゃらららら、皆さん一緒にお願いします、せーの。 わい、楽しかった。 そうなんです。久保さん、そうなんです。ね、私たちのことを書いてくださってる、嬉しいと思って。そう、お写真、撮る際に、久保さんが撮ろうって言ってくださったんですよ。嬉しかった。嬉しかった。そう、私が注意すると、そうですよね。幼くなっちゃう。メイミが俺担当になって。ね、嬉しい。今日の髪型は横向いてほしい。横向いてほしい。ちょっと難しい。どっちの横がいいか。まあ。そう、久保さんからお声かけくださったんです。嬉しい。めいちゃんの横顔好き。え？撮っちゃおう、写真じゃあ、たくさん。嬉しい。皆さんご一緒に、あおり、いつか。 じゃあ、いつか期待しておいてください。いやー、私あれできるかな？盛り上がる。あなた、あなたなのです。うん、頑張る。そう、お金の、そう。海からの、ちょっと、エアポッチですよ。びっくりしちゃった、今。そう。うどん。うどん。そう。私の握手会は神対応。え、神対応ですよ。もう、来るしかないですからね、皆さん。ほんと。明太子うどんだな。明太子にしないでもらっていいですか？ 明太子好きですけど、これエアポッツなんですよ。エアポッツなんですよ。そう。右からうどんで潰る人一緒に、え？過去にいたんですか？ それも面白い。やばい。噛みたい。噛んでないです。噛んでないです。ねえ。やばい、めっちゃ面白い。面白い。メイメイの握手会は楽しくて、あ、ですって嬉しい。ちょっと、イカもいません。いないです。誰もいないです。ちょっと。メイちゃんに上目遣いで見つめる。130%。お、じゃあ、会いに来てくださったら上目遣いしちゃおうかな。ちゃおっかな。イカならない。どういうこと？うどんなら、うん。いや、うどん。 いや、面白いな。 握手会に行きたくなる一言？でも、本当に、私、握手会、だって今回からは、あれですよ、
手袋もしないで握手ができるので、まず私の体温がわかるじゃないですか。あ、今この暑さなんだなとか、夏だから暑いじゃないですか。だからこの方は高いんだなとか思えるし、そう。あと、握手だと私の握力とかもわかる。だって私握力9なんですけど、左が、いけます。握力わかります。はい。体験できるんです。それも。そうですね。あとは何？絶対楽しい。体温も当てれたら、明太子くれ、え 明太子、逆に欲しいですかも。ちょっと。ちょっと欲しいかも。握手勝負。あ、確かになんかこういう勝負でもいいですし。握手会、なんかオンラインとは違って、なんかバイバイっていう去る瞬間も、ちょっとこう、若干、名残、余韻でお話できるので、本当に握手会はおすすめです。だって。私最後までバイバイってしますもん。最後までお見送りさせてください。だから、会うしかないんですよ。まあ、ほんと。酔いも含めて花だれん。あ、いいですね。酔いも含めて花だれんです。じゃあ行く。お、本当に、来てほしいです。今、たくさん、私のファンの方だって覚えてる方もたくさんいるんですけど、もうその方もね、もう皆さんね、面白いし、優しいし、すごい、何度も来てくださる方が多くて。もうね、私ね、もう覚えちゃってますから。結構たくさんの方。顔は絶対に覚えてます。顔は絶対に覚えてるので、一回でも来ていただけると嬉しいです。ほんと。家に帰るまでがめいめいライン。お！間違いない。間違いない。記憶力、そうなんです。人を覚えるのはすごく記憶力いいです。でも私、あれですよ。勉強マジで大嫌いなので、全然覚えられなかったんですけど、大好きな方は覚えられるんですよね。なんでだろう。早くここは握手会はサボカーで打ち上げてあげってしたい。メールも来ていいよ。行きたいですよ、本当に。本当に行きたい。早く公園ね、たくさんね、出たいな。もう皆さん、サバカレーに来てください。サバいちゃいます。サバいちゃいます。そう、記憶力いいんです、意外と。本当に7月やけど、次覚えてくれてるかな？もちろんですよ。覚えてますよ。浮かびますもん。こうやって、お名前ね、拝見していただいてる方のお顔。皆さん思い浮かぶ。声のお見送りだけでつら、ちょっと待って。みんな、つられちゃうからね。お本当ですか？本当？ でも本当に会いに来てくれたら嬉しいな。ウェピ。まだ覚えられてません。え？ポリエモンさん？本当ですか？でも私覚えてますよ。え？じゃあたくさん会いに来てください。でも覚えてます、絶対。ってなりました。 ってなりますから、今度から
メモ帳に似顔絵も描こうかな。でも多分私絵下手だから多分違った覚え方しちゃう。どうしよう。会話で覚えてる方が多いんですよね、私。前も知られてないから安心。安心しちゃダメですよ。で、スピンノート何ページまで？ないしょ。ないしょ。似顔絵、そう、似顔絵なの。何何、覚えてもらう。そうですよ、その話。似顔絵出ていたら多分違う話になっちゃう。面白いかも。お手紙にお写真入れてよく、あ、ありです。で、スピノートに載ってるかな？名前は絶対載ってます。当日のコメント欄とかに、お名前、今日行くよとか書いてくださってる方がいたら、絶対ノートに、〇〇さん、来る、みたいな 感じで書いてます。で、こんなことをつぶやいてくださってたとかも書いてます。めいめい、おしもし、え、嬉しいです、やったー。会えるの楽しみにしてます。嬉しい。レシピノート、怖いもの見たさ。え？ 怖くないですよ。まりまりさん、トマトとか。それニックさんですよ。でもなんか一人一人違うんですよ、覚え方が。この方は、こう覚えて、こう覚えようっていう感じかも。で、スピノートに書かれたら、ドキドキですよ。ドキドキ。じゃあ今度、ね、見せて、いいですね。いいですね。あだ名、あだ名じゃないです。X で書かれてある、X のお名前で書いてます。うん。覚えてもらえる自信ないけど、握手会、もう頑張りますから、私、頑張って覚えるので、会いに来てください。そう。13日のこれでレシピノート書いてもらえる？お、もちろん書きますよ。めいめい、背低いからほとんどの人、確かに。え、じゃあ、皆さん釣っちゃってるってこと？ でも、ノーマルの私をね、好きになってくださったら嬉しい。ノーマルっていうか、全部？やっぱ X とショールームとか、一緒だと、そうですね、一緒だと覚えやすい。X は基本ぐらい、あ、そうなんですね。でもいいんですよ。じゃあ僕しゃがみます。え、じゃあ見下ろしちゃいます。まりまりさん、リュック背負ってるって書いておいてください。リュック背負ってる。リュックさんだけに？なるほどね。見下ろせるのありすぎる。確かにありっちゃありですけど、私、パフォーマンス以外で鋭い目しませんよ。だって私、鋭い目したくないもん。したくない。もう、前も SNS 全部一緒。お、覚えやすい。ありがとうございます。13日の公演で一席だったらめいめいとの運命感じます。いや、もう当たってる時点で運命ですよ。もう、めいめいの鋭い目です。裁かれたい。あー、なるほど。じゃあ、軽蔑した愛情のラストの表情を、
ちゃうってことですか？いいじゃないですか。学生の時前習いで腕、でも、何回かあげたことあるんですよ。多分。何回かあります。ちょっと記憶にないかも。めいめいを押すのが、めいでした。嬉しい。私も運命感じてますから、ファンの皆さんと。嬉しい。キャムネット選手、キャマチ、当選しますように。パー。は。オッケー、これで大丈夫。いいです。かわいさに釣れる。釣られちゃいましょう。なんとメイパワーで繰り上がったとなですね。嬉しい。それが嬉しい。私の X のユーザーで、めいめいめ、めいめいめ、めいめいめろ。お！嬉しい。めいめいめろ。メロメロってことだ。みーちゃんのおかげで、嬉しい。頑張るぞー！ああ っていうか、時間全く話が途切れないのすごい。さすがめめ、お、嬉しい。あげ。本当に楽しいの？楽しいの？話。楽しいの？勢い。勢い。じゃあ、そろそろかな。もう11時半になっちゃいますもんね。早いの。次、皆さん、やれるのは13日か。嬉しい。早くお話し会来ないかな。楽しみだな。そう、お話し会のお洋服買っちゃった。楽しみ。ワクワク。やだよー。ですよね。私もね、全然ね、足りてない。足りてない。全然足りてない。でもアイスティーももうなくなっちゃう。そこが見えちゃう。本当の意味は絶対喋れるの。やっぱそれってすごいことですか？どうなんでしょう？なんかもう私にとってはもうお話が、ワンちゃん大丈夫？ワンちゃん？お話が楽しすぎて、そう。なんかでも、全然まとめらんないんですよ。私。だから語彙力ないんです。でも楽しいから。ね、どうしよう。お話し上手します。嬉しい。すごい楽しみ。嬉しい。そう。エクセルシオール、そう。そう、まとめる、そう、まとめる力つけようね。頑張ります。じゃあ、ぜひ楽しみにしよう。嬉しい。嬉しい。まめの返事は、ハッシュタグメイミール。そうなんです。ハッシュタグメイミールです。嬉しい。そうなんですよ。あ、メイミールの口からは、次、他のレモン、多分、聞こえてるかもしれないです。楽しいで話せあるみたい。嘘。嬉しい。やった。あ、じゃあ、ちょっとコメント読んでいこうかな。なんか、
じゃ、多分今もコメント読んでたんですけど、なんか質問とか答える10分にしようかな。半まで質問答えて、どうしよう。そっからちょっとゆっくり閉じていこうかな。アイスティーごちそうさまでした。ごちそうさまでした。好きな色は何ですか？ピンク、黄色、白、黒、水色。眉毛のスカッツルハイライトなんですか？最近は、ディオールさんのやつです。あと、セザンヌさんのピンクのやつです。おすすめの曲はありますか？やっぱり羊文学さんは最近ずっと聴いてます。でも、本当に最近、最近、なんだろう。幼い頃から聴いてるのは、ブルーハーツさんと、ミスチルさんと、スピッツさんと、世界の終わりさんですかね。最近は、ここ1年とかは、羊文学さんで、でも、本当に、ここ2ヶ月はずっと、ほぼずっと AKB です。母の影響です。ドボンだからですね。私もしたい。2ヶ月の、これ？ これ？わ かんない。今日は何の5時、5時半ぐらいに起きました。公演曲、そうですね、公演曲。ずっとただれの曲聴いてます。逆上がりも結構好きで聴いてます。ドボンって大体何分ぐらい？ 15 分から20分とか。やってます。ギャルピース。お母さんが好きなアイドルは私。私。この間、飲んだタピオカの味は？なんか、初めて飲んだ味かな？なんか、なんだっけ？なんだっけ？忘れちゃった！クラシック。なんか、そう。あれ？なんか、ブラックミルクティーじゃなくて、なんかそういう名前でした。メイミーのチャームポイントはお顔。でも、なんだろうな。お顔、目？なんか、結構いろんな人に、目が好きって友達にもたくさん言われて、家族にも言われるので、目がチャームかな。最近あった苦い思い出？最近あった苦い経験？やっぱり、昨日の少女たちのアウトロ飛んでたところですね。あと声も好きって言われる。ファンの皆さんにね。だから、それから私も好きになった。そう。梅雨のパヤパヤ。美容院に行って結構、ちゃんと、綺麗にしていただくこと。ラジオやってみたいですね。やりたい。まるまるさんからの、お便りです。今日は、なんちゃらなんちゃら。そうですね、なんちゃらなんちゃら。私は、こう思いますね。でも、こういう時は、なんちゃらなんちゃらしたいですね、とか。感じ？ ラジオ、本当ですか？したい。カラオケ配信、絶対します。一緒にラジオやるとしたら、どのメンバー？なんだろう？なんだろう？皆さんとやってみたい。
なんかどんな感じなのかっていうのをすごくやってみたいです。楽しみに。いつかしたいな。でも私、向井地さんの、お話の広げ方がすごく好きで、ちょっと参考にしたいので、近くで学びたいなって思ってます。じゃあな、待ってまーす。ピンポンも皆さん頑張りましょう。私も祈ってる。たくさんチキしたい。みやさんと最近、会ってないんですよ。お話もできてない。でも、つむつむ交換、ハートを送り合ってます。私、みやさんの投稿、全部いいねしてる。前髪上げてたのめっちゃ可愛かった。めっちゃ可愛かったです。ねえねえ、ピンポンやったことないんですよ。ピンポンしたい。してみたい。ピンポンやっぱ難しいですよね。つむつむ、つむつむやってますよ。そう。つむつむ、つむつむ、つむつむじゃない。ピンポン。ピンポンとつむつむ、ちょっと待って、合わさっちゃった。つむつむ5人まで。そう。そう。なんだっけ、ピンポン、この間、完売だったんですよ。すごく嬉しかった。自己紹介は、メンタイ、メンタイ、メイメイ、変わってません。メンタイ、メイメイ。そう、このメイメイを、よかったら、皆さんと、何、言ってみたいなーって。メンタイ、メンタイ、メイメイ。ちょっと頑張ってゆっくり言います。6月2日かも、そうですよね、やっぱり。嬉しい。びっくりしました。たくさん目。そう。ねえねえ、ですよね。嬉しかった、この間。だから、ぜひ、言っていただけたら嬉しいな。メンタイ、メンタイ、メイ。いいじゃないですか。やろう。やろうっと。おすすめのポーズ、メンタイ。メンタイ。ハート。ハート。少し溜めてくれ。わかりました。メンタイ、メンタイ。メイメイ。どうですか？フレーズ自分で考えました。天才ですよ。そうなんです。明太子大好きで、でも可愛いのをやりたいなぁと思ってて、たくさん考えてたら可愛いの出ちゃった。明太、明太、メイミ。それか、嬉しいです。やったー、よかったです。頑張る。なるほど、ためあると。メンタイ、メンタイ、メイメイ。メンタイ、メンタイ、メイメイ。マイク、オッケーです。メンタイ、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 メイメイ。楽しみ。でもちょっと確認もらおうかな。最初はどうかと思うね。嬉しい。どんどん好きになってください。メンタイ、メンタイ、メイメイ。すごいいい。
めっちゃ練習、私もう何度も練習しないとできない人。でも、この間、めいめいのところ、ですよね、私も聞こえたんですよ。それですごく嬉しくて。そう。嬉しい。そうです、私、明太子大好きです。明太子大好き。ショールームでもう楽しんだから、リアルだった。もう、激タノですよ、激タノ。揚げですよ、もう。もう、揚げすぎて揚げです、本当に。揚げ。超揚げ。配信見ながら、めいめいって、やったー。天才。練習大事。そう、もう。明太パークないんですよ。行きたい。早く福岡行きたいな。揚げすぎて焦げ。焦げちゃってんの？ やばい、ちょっと面白い。揚げすぎて焦げ。面白い。じゃあちょっとずつね。明太子。確かに。明太子。ここどうぞ、こちらおすすめです、みたいな。してみた。はい、では、今日の、今日の、K じゃない。今日のライブランキングをお読みさせていただきたいと思います。少しずつ終わりに近づいていますが、K、なんだろう。 ちょっと、私もなんか、本当によくわかんない、自分が。もうわかんない。もう、やば。 あ、そうだ、私、かわいい相手、最近めっちゃ一緒にいるんですけど、かわいい相手、今度、ディズニー行こうねってお話ししちゃってるの。髪の毛の毛かな。これが嬉しいが毛だからですか。多分。わかんない。なんで毛なんだろう。さあ。遊園地か。遊園地。遊園地。遊園地に行こうって話してるんです。そう。ドリームワールド。では、お読みさせていただきます。13位の方。私、絶叫大好きです。13位の方。ガミさん、13日の公演で、お、嬉しい。待ってますね。ありがとうございます。ドリームワールド。そうなんです。告白します、好きです。私は大好きです。ぜひご一緒させていただきます？よし。行きましょう。本当に、絶叫大好きすぎて、私、何回も乗っちゃう。はい。では続いて、12位の方。越谷のじいさん、ありがとうございます。ありがとうございます。11位の方、まさまささん、ありがとうございます。まさまささん。あれだ。スケジュール作ってくださってますよね。ありがとうございます。10位の方、つちのこさん。つちのこさん。ありがとうございます。
かい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 。かい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 。救援の方、チェッカーさん。チェッカーさん、ありがとうございます、いつも。ありがとうございます。8位の方、メイさん。メイさん。ありがとうございます、この間も。ありがとう。7位の方、マローさん。マローさん。イェーイ、嬉しい。いつもありがとうございます。もうすごく、ご常連の方ですごく嬉しい。もう覚えちゃってるもん。このお名前、とっても。覚えてますよ。なんかそう、私、なんの上手なんですよ。ありがとうございます。6位の方、関根さん、ドボン大さん、ありがとうございます。ねえねえおっしゃいました。ありがとうございます。5位の方、リュウオンさん。リュウオンさんじゃないですか。ありがとうございます。どうです？今日の5は。ありがとうございます。4位の、りょうさん、フェスのめいちゃん、かわいすぎぴ。嬉しいですぴー。ありがとうございます、本当に。ちゃんと読めてます、最善で。ありがとうございます。ママ真似て釣りました。釣らないで。大丈夫。釣っちゃいますよね、でもここが、すごいあれだから。ここがね、ここ釣っちゃいますよね。ありがとうございます。嬉しいです。ピー笑ってる。そうなんです。はい。2位の方、ナナブさん。ナナブさん、ありがとうございます。夏仕様のパフェ、ありがとうございます。パフェの上に書い、あの、の、かい、乗ってある、さくらんぼ、私大好きなんです。ありがとうございます。1位の方、今間違えた。なんか出た。7の癖 ?1 位の方、ドゥル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 ド
ありがとうございました。ありがとうございます。たくさん、パンが。甘いパン、ありがとうございます。Thank you. ありがとうございます。では、65位の方、65位の方、ガチャさん、ガチャ7024さん、ありがとうございます。イェーイ。今日は6月10日、16位。滝沢さんじゃないですか。ありがとうございます。イェーイ。16、あ、16できた。ね、65。一生懸命。あとは、どうしよう。ランダム。ん？逆？逆？逆？こうか。よし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 。よしよしよし。ああ、よかった。ふう。安心。じゃあ、さっき数字がパッと見えたので。100位の方、ショーロン。あ、ショーロンさんがいなくなっちゃった。りょうたろんろんまん。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。私の顔が丸ってことで。ありがとうございます。
はい、もう早くもう40分ですけど、皆さん。大丈夫ですか？眠くないですか？こんなにね、長くしてしまって申し訳ないです。明日皆さん、お仕事とか学校とかですよね。うん。そろそろお休みの方がいいですよね。楽しませてくれた。嬉しいです。やったー。ありがとうございます。眠かったけど眠かった。嬉しい。ありがとうございます。明日の、嬉しい。お仕事。ダメです。一緒に頑張りましょう。私も休まないから。でもたまには休んで、パーッとしちゃっていいんですよ。ほんと。そうそう、たまにはいいんですよ。もう。ありがとうございます。ね、ドボンもね、してね、嬉しいね。メニューもね、ありがとうございます。仕事で、吹っ飛んだ、嬉しいです。布団が吹っ飛んだ、嬉しい。たまにはパヤっとね、ちょっと、パヤはやな。最近ちょっとパヤパヤしすぎて髪のまとまりがない。やだ。やだ。もう。そう。明日、辞表出す。ダメですよ。ねえ。Oh my god. OMG. いやー、ほんと湿気やばいですから。うん。パヤパヤちょっと、結局言いたい。私も最近、ですよね。ほんと、パヤパヤ、やだ、ほんと。もう、パヤパヤ。やだ。ほんとにやだ。メイミーのおかげで明日からも、嬉しい。ありがとうございます。そうなんですよ。お店に買いました。もうアイスティーがなくなっちゃった。うん。スクショタイムしてない。スクショタイムしてない。そういえば、ちょっとリップ塗る。スクショタイムしてない。はい。貼りますよー。思い出してよかった。本当によかったです。忘れないもう。スクショタイム、そうですね。そのポーズも大事。両手あごご。承知いたしました。燃えそうで。そう、今、お部屋を、除湿にしてて、ちょっとお寒いので 長袖で着てまーす。ドア？髪型変わるから、お、わかりました。買おう。いい。私、右利きなんですよ、顔。だからずっとこっちやっちゃう。いや、左も可愛いって、素敵ー、嬉しい。
嬉しい。じゃあ、ギャルピース。じゃあ、珍しい左側の。逆にね。逆に左側欲しいですね。もちろんですよ。最近チークしてるんですよ。そう、レア左、そう。これ、うどんじゃないですからね。本当に。本当に。うどんじゃないですからね。一応言っておきますが。一応ね。左もめっちゃ可愛くて失神しないで。フ ロンすっかり忘れ、あ、ごめんなさい。ごめんなさい。で、私がね、私が言っちゃいましたよね。そう、ちょっと言っちゃうんですよ、もうこういうの。そうなんですよ。あげ。前髪切ってないんですよ。そう、切る前に流し、この前髪したいなと思って。見納めですよ。引き。はい。目が乾燥しちゃう。シナモンの真似してほしい。できてるかな？くるくる。また。ね、愛しなの。顔。カメラ目線。ああ、当たっちゃった。ここかな。いい感じですかね。よしよし。よしよし。いい感じだ。多分いい感じだ。グッド。早いですね、もう50分。じゃあ、今日もお疲れ様でした。明日も一緒に頑張りましょう。明日はね、自主練の後にレッスンなので頑張りたいと思います。皆さんも明日、やること多分きっと多いんだと思いますけど、一緒に頑張りましょうね。ありがとうございました。しょびしょたくさんお話できてよかった。ありがとうございます、本当に。で、しかも、多分これ今、2位とかかな。ね、ありがとうございます。いつかガチベさんにも参加したい。またねー。大好きだよー。大好き。ありがとうございました。おやすみなさーい。まだ寝ないけど。バイバーイ。あれ、ここで合ってんだっけ？あれ？あ、ここだ。